はい、どうもぬい散歩でございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。というわけで、本日はねちょっと久しぶりにシングルスの試合の、解説をしていきたいなというところなんですが、その前に前回の動画で、コメントいただいた内容をですねちょっと読み上げさせていただきたいと思います。まず一つ目のコメント、ぬい散歩さん少しがたい良くなりました、それとも太りました。続いて二つ目のコメント、初めてコメントします、コメントせずにはいられませんでした、太りすぎじゃないですか、服のせいかな。ちょっとマイクの電源をオフにして、人が一番気にしてること言いやがってよマジで、こいつらふざけんな、クソが。いやそんなことないですよ、服のせいですね。いやーでもちょっと太りましたかね、ちょっと太ったかもしらん。まあ皆さん僕の背中を見てですね、ちょっとね、お父さんみたいな背中なったなと思ったら年末が近づいてるんやなっていうことを感じてもらったりね、僕の背中でねぜひ皆さん四季を感じてください。というわけで今回の動画は冒頭にも説明があった通りシングルスの試合をね久しぶりに、解説していくんですけれども、まず1セット目、ボコボコにぬい散歩やられます。そして2セット目でその、失敗を生かして改善していくということで、あるワンショット一つでガラッと状況が変わります。こういう試合って結構皆さんにも参考になるんじゃないかなと思いまして、僕の負け試合を動画化させていただきました。それでは本編の方どうぞ。はい、ということでね、それではまず、僕の負け試合集大をねちょっと晒していきたいと思います。ハイライトでね、見ていただきます。バチボコにやられてる姿見ても何も面白くないと思うので、ハイライトで見ていただきながら僕のね言い訳をタラタラと皆さん聞いていただいてね、そういう感じになります。もうあれですよ、言い訳なんてみんなしますから。ね少年ジャンプの漫画やある前し、この負けは財産になるとかそんな話一切しないですからね。肩が腰が風が強かったとかね、なんかいろいろとね聞いたようなことがあるワードが出てきたらすいません。というわけでね、すでにちょっと見ていただいてるんですけれども、対戦相手はね僕の動画をいつも見ていただいてたらおなじみのもみじまんじゅうことモミマンですね。はい、コートのサーフェスはご覧いただいた通りオムニコートになってます。だがしかし、まあちょっとね雨が降った直後でかなりコートがぬかるんでます。まあ見ていただいたらわかると思いますけど、そういう状況でね手にすると皆さんも知っての通りボールに水がねかなり含まれてね、球足がかなり遅くなります。ボールが全然飛ばなくなります。まあそういう中で僕のテニスのストロングポイントで言うと、サーブでポイントが取れる、そして威力がめちゃめちゃあるわけではないけどタイミングの速いストロークでポイントを取っていくっていうところが僕の強みかなと思います。がしかしですね、まあこういう球足の遅いコートでやると僕のサーブでポイントが取れない、相手を崩せない、そして速いタイミングでストロークをしても相手にしっかりと、返されてしまう。じゃあぬい散歩は球足の速いハードコートの方が得意なのかと言われますと、実はオムニとかクレーとかの方が僕は得意です。ただ雨が降ってるとですね、オムニコートでもかなりコートのグリップ性が上がってですね、結構逆を突かれてもね取れることが多いんですよね。そもそも僕のエースのパターンって結構逆ついてポイントを取っていくっていうことが多いので、まあサーブのエース、そして、逆をついたストロークのストロングポイントっていうのは全て失われると。皆さんこれ言うときますけど理路整然と話してますが、これ言い訳ですからね、言い訳と思って聞いといてくださいね。もうぬい散歩言い訳して可愛いなって思いながらちょっと聞いといてください。僕のね負けるパターンってね結構崩せたなって思うようなショットを打ったとしても全然崩せてなかったりとか、そういう状況が続いてくると結構無理して、ポイント取りに行ったりするんですよね。まあこういうリターンしてね、逆クロス打つでしょ、でもしっかり返されますよね。でこれをクロス返して、でまたこれ逆クロス打つ、でもなかなか攻めれない、しっかり返ってくる攻めれない、全然攻めれない、やられるっていうね、こういうポイントのパターンがかなり多いです。ちょっとしばらくね僕の集大を見ていただきましょう。リターン返してこのボールクロスに打つ、これも悪いボールじゃないんですよ、低く取らしてるんでね。でこれも結構深いけどしっかり返されると、で、逆クロー打たれてチャンスボール作られて決められると。
まあ、こういうポイントのパターンがこの試合はずっと続きます。はい、僕の基本的なスタイルとしては相手のバックに攻めていくと。でこういう風に攻めたけれども決まらないからより際どいところに狙ってミスが増えてくるというところが僕のまあ言うたら悪い癖ですね。このポイントもねなかなか決まらないから無理やりね、バック側に攻めていくんですけどやっぱりミスってしまうというところですよね。はい、このポイントも同じような形で終わってしまうんじゃないでしょうか。バッククロス、バックのクロスラリーが続いてバックに集める、そしてバック、またバックストレートで入ってる、いいショットを打って逆黒持っていくんですけどここでも攻めあぐねる、でまたリセットされるという感じですよね。でいつの間にか相手に主導権を握られてここですね、そしてカウンター狙いでフォアのミスと。これだいぶヌイサンポイライラしてます。はい、モミマンサーブの、ヌイサンポバックで逆クロスリターン、そしてストレートしっかりと守るスライスで、ここフォアで返す逆クロー、いいの入ってくるスライスで守る、モミマン前出てパッシング、まあここは良かったっすね。はい、さあもう一度モミマンサーブの、さあヌイサンポリターンしっかり逆クロー返す、ストレートこれもバックに攻める、しかし崩れてくれない、これでミスですね。なんか攻めに焦ってる感じがしますよね。さあヌイサンポサーブでバックに入れる、これをしっかりストレート振る、振ってただ焦ってるからなかなかポイントが決まってくれないと。さあいよいよマッチポイントでございますが、まあこのポイントも主導権握りながらも攻めあぐねてね、最終的にはポイントを落としてしまうっていう形で終わります。そして、セカンドセットではこのファーストセットでの、失敗をですね学習して、あるワンショットでちょっと流れを変えることができました。ほんのちょっとね変えるだけで戦況が全然変わってくるっていうことをね、皆さんに知ってもらいたくてちょっとこの動画を作ったんで、セカンドセットもぜひね、皆さんお付き合いいただけたらなと思います。それではねセカンドセットいきましょう。さあ運命のセカンドセット、果たしてヌイサンポは強敵モミマンに勝てるのだろうかということでね、セカンドセット全部、お見せしたいと思います。さあヌイサンポ気合も入れて帽子もかぶって、セカンドセットスタートということで、モミマンサーブから始まります。さあファーストサーブが入って、サーブの球足は遅いので比較的簡単にリターンはできます。ファーストポイントヌイサンポが取って50ラブ。さあモミマンセカンドサーブリターンを返してバックのストレート、フォアのストレートミス、やはりねちょっとワンセット目のを引いてるかなっていうミスですよねこれ。さあセンターサーブ、しかし球足は遅いのでしっかり返せる、バックのストレートいいボールが入ってきましたね。 30-50 ヌイサンポリード。さあファーストが入るリターンを返す、さあちょっと差し込まれるがストレートを返してきて、もう一回ストレートこれも入ってる、しっかりと逆路に返してアウトですね。 40-50 幸先いいスタートヌイサンポ。さあモミマンファーストサーブが入ってリターンを返す、そしてここ返したがいいショットでしたね、仕方ないこれは。 40-30 さあまたもやファーストサーブが入る、バックでリターンストレートミスですね、ストレートリターンミス、そしてデュース、モミマンサーブファースト入ってバックでリターン、バックのクロスがいいところに入ってくる、ストレートいい形で入ってくるがミスですね、これもちょっとまだ攻めあぐねてる、ファーストの尾を引いてるって感じです。アドバンテージモミマンリターンはしっかり返す、リターンミスはここまでほぼないですね、きっちり返してる、振られていく、そしてここでストレート返したがアウトですね。 1-0 モミマンリード。ヌイサンポのサーブ、さあファーストサーブが入るがやっぱり威力がないので返されてしまう、クロスいいボール入ったがここでもう一回クロス、そしてクロスミス、ファーストと同じようなミスが続いてますね。さあヌイサンポファーストサーブ、ここは入れていってリターンミス、こういうポイントが増えてくるとだいぶヌイサンポのペースになってくるんですけど、なかなかねコートも湿ってるんでそうもいかない、リターン返される、そしてストレートしっかりしのがれて、もう一回ストレート、そしてボレーミス、
ここも悪い流れですよね。30-50モミマンリード。さあファーストサーブは入ってくるが、いいストレートリターン来てしっかりしのぐ、そして返す、ヌイ散歩攻めに転じる。モミマン守ってるけれども、ヌイ散歩攻め、しっかり攻めている。そしてここでバックストレートロブ、これが入ってくるんですよね。これで 40-50 モミマンリード。ちょっとしんどい展開、セカンドになっても変わってないんじゃないかと、思われがちですけれども、何もこの時点では変わってません。確実に主導権はヌイサンポが握ってるんですけど、こういうミスが増えてくるんですね。 2-0 モミマンリードです。さあここからがポイントになってきます。このゲームからですね、ちょっと頭を切り替えて、ずっとバックに集めてたのを全てフォアに集めることにしました。ここからが、ヌイサンポが、ポイントを取り切れるような場面が増えてくる、ゲームとなってきます。明らかにヌイサンポが狙うコースがフォアに集まり出してくるんですよね、このゲームから。ちょっと見といてください。さあモミマンサーブ、ファーストサーブ入りますね。そしてリターンフォア、ここもフォア、そうですね、そしてここもフォア、こういう形でポイントを取っていくと。そうすることによってモミマンの調子が一気に崩れ出します。さあダブルホルトですね。これで 40-50 ヌイサンポリード。さあセカンドサーブ入る、フォアに集める、そしてここは冷静にバックサイドという感じでゲームを取ってきます。以前もモミマンリードは変わりませんが、ヌイサンポサーブ、ファーストサーブをしっかりと入れて、まあ、ぬかるんでるのでしっかり返される、バック、そしてここでフォアに集める。確実にモミマンの足が止まってくるのが分かります。さあ50ラブヌイサンポリード。ここもファーストサーブが入りますが、さあモミマンリターンアウトですね、リターンミス。30ラブヌイサンポリード。さあここもファーストサーブ、モミマンリターンがアウトですね。今までなかったミスが増えてきましたよね。40ラブヌイサンポリード。さあセカンドサーブ、ここでだいぶ落ち着きを取り戻しているヌイサンポ。バックのストレート決まっていく、 2-2 ですね。さあここからが、ヌイサンポ反撃編ということで面白くなってくるところなんですが、ちょっとねあの試合かなり長いんですよね。ですので、ここまでを前半戦とさせていただいて、次回の動画で後半戦をお送りさせていただきたいと思います。後半戦もね完全にもうヌイサンポの流れかなと思いきや、もみまもね食い下がってきますんで、すごく面白い試合になっております。そしてね何よりもお互いボールが遅くなってるので、ラリーがつながるつながる、非常にね見応えのある試合になってるんじゃないかなと思いますんでね、ぜひ後半戦も見ていただけたらなと思います。それではね今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。ぜひね最後まで見ていただいた方は高評価の方よろしくお願いいたします。それではおつさんぽ、バイバイ。